隣の3006号室になります。作りは同じですね。こちらはオーナーさんがまだ住んでいらっしゃるということなんで、そうですね、若干使用感がある感じですかね。こうディッシュウォッシャーとか、まあ、クックトップはまあ綺麗な状態ですね。でこちらもやはり、フローリングに変わってます。ちょっとだけこうリビングの左側の方が、少しめくれたような感じがある部分があります。こちらは右側が、セカンドのバスルームとセカンドベッドルームになります。そうですね、このグラスドアが、まあ、水垢取りをすればいいんですけれども、3005に比べてちょっと、汚れてるかなっていう感じです。